どうもこんにちは、こすけです。さてさて、今日はね、今回は工具の形から学ぶみたいなね、そんな動画をね、ちょっと作ってみようかなと、そんな風に思ってます。その前にね、その前にですよ、もうたくさん来ましたよ。ほら、いっぱいありますよ、どっちゃりとね。5、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 
よいしょ。ロゴですね。やばい、くしゃみ出そう。なんだこの動画。まあいいか。シルバー92号ですね。これがね、うまくこうピカピカ、あまりにもピカピカだと反射しちゃうからね、画像にうまく写真とかも難しいんだけれどもね、たくさん届きました。これはまあ今回の動画じゃないんだけど、動画の取材じゃないんだけどね、こういうお財布とかにもガンとバキンとつけてね、うちのだよ、あとはね、こうフラップにつけてパチンとかさ、ここにもくっついてるから見てる人は見てるかなみたいなね。これも今度そのうち作るね、あのベルトループホルダーね、これはね真鍮製です。真鍮のも以前作って、今在庫ないですけどね。そう、こういうボタンのね、こういうのにあのコインで作るコインコンチョもいいんだけど、オリジナルであってもいいじゃん、かっこいいじゃん。よいしょ。でこれを使って、なんでこんないっぱいあるのかっていうと、落としたら足がやばい。はい、これですね、包丁のこれ、かっこいいっしょ。これがもうね、包丁と一緒に、包丁を発注するときにこれは送ってね、青木浜さんに送って、今到着待ちになっております。研磨に入ったっていうね、連絡はいただいているので待ってるところでございますね。俺がまだってせかされるのがすっごい嫌なのね、俺はね。そうするとすごい仕事が雑になるから、決してせかすことはしないです。ひたすら待っております、とは言ってもね、そうも言ってらない時もあったりするんでね、要は何て言うんだろう、僕は他で受けてきた仕事とかだと、僕が言いたくなくても向こうからして疲れたらしょうがない、言わなきゃいけないような事案もあるんだけど、これはそういうことはないんでね、ということで包丁はもうしばらくお待ちくださいませね。僕が一番心待ちにしてるかもしれない、楽しみに。よいしょ。さて、またちょっとアングル変えてお話ししながらやろうかね。最近このアングル多いよね、なんだか。今日はね、工具の形から学ぶみたいなことをちょっとやってみようかなと思ったんですよ。例えばですよ、わかりやすいので言ったらこの辺かな。こういうのはわかりやすいかな。こういうのとかは、よいしょ、よいしょ。ね、いろんな形がありますよね。いろんな形があるスリッカーです。あとね、ちょっと他の部屋に今置いてあるんで、もっともっといっぱいあるんだけど、とりあえずこんなもんでわかるかな。丸いのもあるよね。丸いのも。円柱っていうの？円柱に、いや、要はこういうやつよ。とか、今ちょっと見当たらないな。こういう本当こういう光景のとか、まあいろいろあるんだけども、これを作った人、設計した人が何を意図して作ったのかなっていうのがすごく現れるものだと思うのね。この溝幅一つとってもそうだし、どんなものに適した、だからなんだろうな、
普通に市販してるものっていうのはそこまで考えてないんだろうなっていうものも多いかな。特に、あ、こんなの作って売れるんだ、じゃあ俺もこうやって作ってみんべで作ってみる、で量産するで卸すっていう流通に流れてるもので、作り手がこんな形があったらいいのに、あ、こんなかっていう、こういろいろ悩んでね、自分で削って作ったりとかして、でそれをあの市販バージョンまで落とし込んでってとか、そういうアイテムって珍しいと思うんだよね。なかなかないと思うのよ。これなんてね、あの兵庫のね職人さんケイティさんが削って作ってくれたんだけれども、もうこの感覚と、このこんな細くてこの浅さで、この R ってないよね。それとか普通は丸いんだよ溝って、でもこれ四角い溝になってるでしょ。もう明確な意図があるわけ、どういったものに適してるっていう。で僕なんか作るアイテムだとこれがビタッとはまったりするわけよ。ビタッとくるわけね。でも万人向けじゃないかなっていう。でもハマる人はもうドンピシャでハマるっていう。でまあある程度はこう丸コバの方がね、丸い方が一般的には受けるのかなっていう。で細いのには細い溝に太い革は入らないんだけど、分厚いやつに細いやつは入るんだよね。だから最大公約数、まあとりあえずあの一つのアイテムでたくさん売るためには幅は広い方が売りやすいよね。だから一般的に普通に手に入るものって幅が広いものが多いよね。こんな幅の細いもないでしょ。よいしょ。で、それとか加工の難しさ、めんどくささっていうのもあるから、こういう薄み厚みのものも少ないと思うんでね。それとかこれなんて多分市販してるものはここまで削れてないんで、溝が、あのこっちからこう削っただけで、横まで回り込んでるものはこれは俺が削ったんだけど、でサイドまで回り込んでるからこそこうなんていうのかな、例えばこういう R、 こうだけじゃいかないじゃん。だからこう届くように細くしてあったりとかね、するわけですよ。こう磨きてたりするように。だからこの小刃の形っていうのもね、考え方はいろいろなんで、それに合ったものがありゃいいけど、なきゃ作るしかないし、で専門的にピタッとくるなぁというものほど一般受けは逆にしなかったりするんだよね。ハマる人にはドハマりでバッチリだったりするんだけど。だから本当、あとはね、ここも平らな、まあこっちはここが R になってるんでね、こういう形状のものは。これはどちらにせよ点でしか当たらないんだけれども、まっすぐなものに関しては、面で当てたいのか、でも面で当てるイコール、そんなに強い圧力はかからないのよ。まあこれこの場合はね、ちょこっと斜めにすればここの角が当たるんで点で当たるんだけども、でもこれは R がきついじゃん。こうくるんとちっちゃい R になってるじゃん。こう大きい R にして、でそこでこうなんていうのかな、点ではないんだけど、わりかしこうこれで言うと5ミリぐらいの間隔になるのかな、の幅の面厚で磨きたいなとかがあるから、この R、 これだってめんどくさいよ、これ削るの。全体的にこういう R にしてから中の溝もこうしてるわけでしょ。だからちゃんとそういう意図を持って考えられた形状は、そのこういうものをこう設計した人の意図を感じて、それの通りに。でこれなんかも、これもね、考えられてるんだよね、すごく。でこれ何がすごいって、この半溝、ほらね、これはこっち側は丸くしたくない、まっ平らなまんまで、こっち側の角は丸くしたいって、こうやって磨けばいいわけじゃん。だからこっちのここの角はピンと立ったままのわけよ。そんなことができるスリッカーなんて見たことないでしょ。
でこの三角の独特な形状とね、そう、スリッカーなんていうのは割と分かりやすいと思います。スリッカーはね、うん、で材質硬いのもありゃ柔らかいのもありゃいろんなのがありますよね。カッターもまあ普通の形、ごく一般的なオーソドックスな形もあるんだけれども、こういうなんだこれっていう形もありますよね。これはこう、これは右利きの人がピタッと鉛筆を持つような形にすると、こう持つとこう三角形になるでしょ。この三角形、この三角形がここにピタッと入るから持ちやすいとかね、こう作った人の、設計した人の意図が分かるものっていうのは、じゃあそういうところをちょっと注目して使ってあげると、ぐっと愛着が湧くというか、使いやすいというかね。うん。オール一つ取ってもそうですよ。なんでこんなちっちゃいの絵なのって言ってもね、こう、縫いながら持ってる人は絵が長いと邪魔なんだよね。かといって今度は、こうやって使う人にとっては、これちょっと短いな、もうちょっと長い方がいいなっていう人もいるじゃん。だから使う人の形によって、どうやこの短さはね、縫いながらこうついて縫う人は用なんだな、いいんだよ、どっちにも使えるんだよ、どっちにも使えるんだけど、どういう意図で思ってねとかで、例えばこれなんてほら転がるわけさ、これストンって下に落として足がやばかったこと皆さんないですか。これ絶対転がんないでしょ。で刃の方向がこれと平行にしてもいいし、ある程度アングルをつけてね。で、これを、この、ここの面を感じてね、手に持ってるとき。で、この、これと平行にいったらちょうど45度ぐらいになるようにセットアップして使ってみようかなとか、これ緩んで、ね、緩めてこれが刃の向きが変えられるんで、とかね、とかねですよ、ほんと。ここに、ここのくびれがあることによって、こう、なんていうのかな、こう突きたいわけで、針を持って縫う人でしょ、針を持って、で針と同じようにこう指の感覚でこう刺していける形してるよね、これは。でもこう長いものもあるわけですよ。こういうのはやっぱりこうやって持ちやすかったりとかしてね、上からこうやって突くのに。でもこうやって使うにも、ここの指はフリーにしといて、この手のひらでね、こう押していきたい人も中にはいるよね。でここにくびれがないタイプとあるタイプとあるわけだし、同じ押し、こうやって押すにしても、ここが平らになってる方がよりこう垂直っていうのが分かりやすいなっていう人もいるじゃん。でちょっと面白い形でこういうのもあるよね。これはだからうちで販売してる替え刃式のオールの絵はこんな形してますよ。だからね、こう使うもよし、こう持つもよし、小指のところでね。で、これは材質が柔らかいんで、これスパンと切り飛ばすことも結構割と容易です。ね、面白いでしょ？明確に、ね、これなんてもう明確にこう握って使ってくださいっていうね、こう、ね、このグリップがさ、僕、俺初めて見たとき、これなんだこの形と思ったんだけど、使ってみたら、いや、これ使いやすいなと思ったんですよ。まあね、これが最初で、似たようなものが、ワンサが出てきましたけどね、後から。でも、なんでこの形なのかっていうのが多分分かってない。で、形だけ真似してるから、似てるけどなんか違うなっていう風になってると思いますよ。なんか腹立つから、そのまがいものみたいなのも僕はね、手にしたことないけど、そんなのいっぱいあるじゃないですか。ね。あ、これ、さっきのスリッカーだけどね。スリッカーだけど、これだってこれは丸いんで、当たってる面は、割とね、この先端の方に行くと点で当たるわけじゃん。そう、本当、工具一つ取ってもね、作る人が違えば、ね、どういう状況でどういうものに使いたいっていうのが、どういう使い方をしたいっていうので、柄の形とか刃の形状とかっていうのは結構変わってくるんだよね。うん。だから僕はね、よく言うのが、工具が教えてくれるよって。
ちゃんとしたいい工具を、まあ、工具なんか何でも一緒だって言ってる人もいますよ。うん、まあまあ考え方はそれ人それぞれなんで、その方々を別に俺は否定はしないけど、否定はしないけれど、なんていうのかな、僕が今回喋ってるようなことの内容を考えるとさ、ね、その工具をデザインした人の意図が分かれば、自然とこの工具が教えてくれるっていうの、ね、いい工具を買いましょうよって、あとパチモン買わないでちゃんと本家本元のものを買いましょうっていうのは、でもね、そんなほら僕のブログをね10年間ずっと読んでくれてる人とかはね、どれがどうでこうでっていうのは皆さんご存知でしょうが、そう、形だけを真似した工具に本当のその意味が分かってんのかいっていうのがあるから、僕はどちらかというとそういうものは軽蔑します、嫌いです。その本家を超えてくるようなね、コンセプトが同じでそれを超えてくるようなもっと斬新なアイデアとかが盛り込まれてるのならまだいいんだけど、大概劣化コピーだからね。コピーっていうのは劣化していくもんだから、で劣化版のさらにコピーができて、またコピーができてってね、あでそれを買って、なんだ大したことねえじゃんって言われるのは心外だよね。それを最初の工具を考えた人にとっちゃ、って思うんです。だからこれなんてすっごいよな、この形、木をてらったもの、目を引くためのものじゃなくて、こんな形をしててもちゃんと使いやすいっていうのがね。でこれなんかもうここの平らな面を感じ、一般的なこういうのっていうのは、これ全然悪くないですよ。僕気に入ってずっと使ってるんで悪くないんだけれども、この工具の特徴的なところっていうのは、この刃に対して平行なところに指が置けるっていうのは、刃が今どれぐらい傾いてるっていうのはすごい感じやすいし、それをここもこんだけ追い込んでるんだよ、この木を。すごくない？これってこれすごいことだと思うんだよね。だから本当こう指の爪の延長みたいな形で感じることができるし、これはあれだよね、指先でこうここで保持してここで保持してとかいうんじゃなくて、もうまんまここだよね、手のひらでここで押さえる。まあこの薬指で置くかね、この小指で置くかみたいなとこではあるんだけども、面が取れてて持ちやすいんだよね。想像以上に見た目がすごく変わってるんで、どうなんだろう、使いやすいのって思われちゃいそうな形をしてますけども、だからこそ使いやすいから、こんなに僕ここはね、長い工具ってあんま好きじゃないんですよ。ここは短き短い方が好きなのね。短い箸、豆粒拾うのに短い箸と長い箸とだったら短い箸の方が正確につまめるじゃんね、そんなような理由であんまり先端が長い工具っていうのは僕は好きではないんだけれども、これは長くても気にならないのはやっぱこれの形状がいいんだろうね。だからこういうね、そういうその工具を作った方がどういう意図を持ってこの形にしたんだろうみたいなことにを思いながら、作業すると、ああこれはでもこのこういう革に対してやるときはこう硬いなとか柔らかいなとか、こうものによっては合う合わないっていう革の種類とかもあるのかもしれないけれどもね。そうなんですよ、いるんですよ、こんないい工具、工具じゃねえ腕だよとかいうやつが。お、まあまあそう思うならそうでいいんじゃねえのって、好きで使ってんだから好きに使わせろよっていうね、一番かっこいいと思いますよ。こう
そういうことを超えたからかにね、道具なんかに頼っちゃって腕だよ腕なんて言ってるやつがそうやって口に出すのって僕は好きじゃないな。だって全然使わないで見て楽しむんだってありですからねって僕は思ってます。と思いませんね。あんこれこれこれ何のシミっていう、多分ダメでしょうね、もう乾いちゃってるから、なんかでシミつけちゃったんだよね。完全にこれはボツなんだけど、例のあのポリシャエン、どうだろう、試しに拭いてみましょうかね。ここまでいっちゃったら、しかも乾燥しちゃったらもうダメだろうね。ある程度目立たなくなるかもしれないけれど、この時点で結構あるもんね。まあいいや、置いとこう。よいしょ。ああそうそう、そんなこんななコンパスがもうじき、ああこれこの動画出す頃出てるかな、すげえコンパスがあったりするんですよ。なんだこれっていうね。100円でも売ってますよ、100円均一でコンパスなんて。でもここコンパスにここまでの精度を求めて、この金属でマルチな性能を持たせてるとか、うわすげえっていうコンパスもあったりしますよね。過去にね、何度か入荷してきて販売してあっという間に売れちゃって、自分用にキープがまだできてないんだけれども、かっこいいのがあったりするんですよ。ここまでやるかみたいなね。そのクランプとかもさ、こういうのとかこういうのとかね、このミラーフィニッシュ何みたいな、もう完全にオーバークオリティだったりするんだよね。でそれがいいじゃない、もう必要以上にこう手間をかかってるもの、そういうもので仕事したい。まあこういうね鉄の普通の黒革もいいですけど、いいですけどね、オーバースペック大歓迎です。よいしょ。あこれを先に念を入れますかね。ねこんなちっちゃいアイテムでもね、やってることは大きいアイテムと一緒です。ね、前回の動画でやりましたね、水分を先にちょっと入れておくと、特にこの皮はってやつだけどね、あ塗ったはいいけど乾いてっちゃうんで、これもそんなにまとめて何枚もできるような感じではないかな。どうでしょう、これもね、この裏の感じがある程度あれよ、こういう床だなっていう感じのもあるんだけど、もうこれあれこっちが銀面じゃねえのみたいな部分もあったりします。面白い革ですね本当に。今回シンスで行こうかな。
いしょ。さあ、今日もすっかり暗くなってまいりました。ね、早く寝て早く起きて明日も頑張りましょうって感じですね。面白い感覚これ本当に。このね、弾力があるけど目が詰まってるっていうのは、この刻印の入り方見てもなんとなく想像できないですかね。こんだけ奥までグッとへこむってことがね、繊維が詰まってるのにこんなにへこむっていうのがまた面白いですよ。まあまあこんな感じでございます。そう、この不調でな、工具の話はね、もう本当に話せばキリがないかもしれないね。この縁年一つ取ってもさね、このシャフト にこの線に対してどれだけ先端がオフセット、これなんか結構グッとオフセットしてるじゃんとかね、考え方が色ですからね。この辺もね、これは結構割とストレートなんで、で先端がちっちゃいんで、なんて言うんだろう、操作性は一番いいね。細かいところはね、まんまストレートに力が乗るんで、じゃあこれなんでオフセットしてるのっていうところじゃないですか。あんまり僕がくどくど言うのもなんなんでね、図に書いてみると分かるかもね。革包丁とかもね、なんでオフセットしてるのって思うとね、オフセットが邪魔になる、なってない方がいい人だって絶対いるわけだし、メリットデメリットっていうのがあるわけですよ。てな感じでダラダラと続けてまいりましたけども、本日の動画はこんなもんにしましょうかね。はい、また遊びに来てください。じゃあね、バイバイ。恒例のお案内やつです。あら工具をしまう場所がなんか微妙にずれてる、しまいづらい。使った工具は元に戻すが基本なんですけど、ついつい散らかしっぱなしにしちゃいますね。はい、毎回ね、使い終わったらそこらに置かずに、よいしょ、同じ場所に戻せっつう話なんだけどね。
ついつい目の前のものに集中しすぎるとそこらにポイポイ置いちゃうんですよ。これがね、これやったやつだ。ちょっと前の動画でね、僕これ角度がさ、自分の好みの角度にしたいっていうんで、何度か研ぎながら何度かに分けて、結局少しずつ直していって、ね、最終的にちょっと大きく変えて、ね、僕の使いやすい角度になったかな。そうするとこういうふうにストレスなく、工具が教えてくれるんで、その工具に合った角度でねやればいいんだけど、僕はこれをずっと使ってて、長年使ってて、少しずつ研ぐに従って角度が変わっていったので、その角度へ寄せていったって感じですけどね。で、一般的にはこれ表はきれいにスルスル取れるんだけど、裏ってなかなか取りづらかったりするんだけど、ね、裏もストレスなくスイスイとこう、やっぱりね、この研いだ刃の角度とぴったりの角度で使うのが、やっぱりヘリ落としっていうのは大事なことで、それがやりやすいようにこだわるポイントかなと思ったりもしますけどね。やっぱりね、こうやって数多くやるにはストレスなく道具も使えないとねっていうところです。まあ、何よりね、もう目の前でこうその作業を実際にこうやった数をこうやるのをお見せするっていうのが何よりの証拠というか、なんていうかね、信頼感に、情報の信頼感につながっていくんじゃなかろうかななんて思います。ね、ストレスなくスイスイいけますもんね。さあ今日はこれやって、ステッチか、ステッチをちょこっとだけ進めて終わりにしようかな。ビールが俺を待ってるぜ。てな感じで動画終わりまーす。明日何やろうね。じゃあね、バイバイ。